上田城外の田を刈り取るという徳川軍の挑発行為。同乗していた真田軍もたまらず兵を出した。しかし圧倒的な兵力差はいかんともしがたく、たちまち追い散らされた真田軍は城内へと逃げ込んだ。このまま城内に突っ込むぞ。小賢しき真田に徳川の力を見せつけるのだ。勢いに任せて追撃した徳川軍であったが、城下町の道は狭く陣形は乱されていた。よくぞ来られた徳川の方々。貴殿らの父祖も味わいし真田の軍略、これよりそなたらにも馳走いたそう。大軍が用をなさない狭い街路に敵を誘い込む、それこそが真田昌幸の狙いであった。逃げ場のない徳川軍は真田軍の鉄砲と伏兵で大混乱に陥った。同じ頃、城外の徳川軍の本陣は真田幸村による奇襲を受けていた。真田軍の勢いを恐れた徳川軍は大した反撃もできずに撤退する様子を見せた。止まれ、深追いするな。あとは川上の者たちに任せればよい。幸村の合図で上川の堰が切られると、逃げていく徳川兵の多くが濁流に飲み込まれた。この戦いにより秀忠軍の進軍は大幅に遅れ、西で待つ父家康が望む決戦には到底間に合わなくなった。再び貨幣で大軍を打ち破った真田昌幸の知略と真田軍の強さは天下に隠れなき者となるのであった。